こんにちは、ロジャーホリです。こんにちは、フジです。よろしくお願いします。1億円投資家育成 TV 始めさせていただきます。はい、本日の YouTube のこのチャンネルでは、はい、僕がどうしてもですね、ロジャー先生に聞きたいことがあって、こちらなんです。大暴落は最大の大チャンスじゃないのかという僕の疑問があって、はい、でこれがもし僕の推測が当たっていれば、この動画を見ている方、素人の方でもみんな大儲けできるんじゃないのかというのをですね、ちょっと疑問を当ててみたいんです。はいはい、わかりました。よろしいでございましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、見ていただきたいのが、例えば7月の18日一番下なんですけど、はい、422円暴落してるんですね、全体が。はいはいはい、その時には、うん、その日の値上がりした銘柄数っていうのはたった55、うん、で値下がりが2075、うん、これパーセンテージ的にはざっくりパッと見たらちょっと分かんないんです、うん、数パーセントですよね。ね、そうですね、はい、上がってる時にはやっぱり全体上がっていたんですね。はい、うんうんうん、僕がその株とか投資とかを、うん、最近スタートする前によくこうヤフーのニュースとかでも、あの400円日経平均が上がったとか300円下がったみたいな、でも2万いくらですから全体は日経平均の何パーセントの話じゃないですか。どうでもいいだろうと思ってたんですよ。ただ実際最近株をやってみるとですよ、その数パーセントの動きで全体がここまで影響してるんだということは、ここから質問なんですよ。僕みたいな素人は大暴落をしているときに底値で悪くないかなという銘柄を簡単なスクリーニングくらいで買って、で上がったら売る、これを単純に繰り返したら大儲けできるんじゃないかという質問なんです。はいはいはい、そうですね、勝率は確かに結構高くなると思います。はい、ただいくつかですね、勝率を上げるためにちょっと注意していた方がいいというところがちょっとあります。はい、さっき、はい、藤社長言ってたですね、はい、この422円安の時って、はい、この日経平均見てもらったらですね、21,046円ですね。はい、これまあその時の動きをですね、ちょっと見てもらったら分かるんですけれども、はい、日経平均はこの時、2万1000円から2万2000円の間を比較的動く、はい、ボックス圏と言われる動きをですね、はい、してたんですね。でその区域というか、はい、その領域で上がったり下がったりしているという、そういうことです。はい、でその時にこの422円安くなって、はい、一気に2万1000円に来てしまった。うん、はい、うん、そしたらですね、今言ってたようにそのまとまって下がったということと、ボックス圏の下の、まあ、限度のところまで下がったっていう両方のこう要因が相まって、次の日にスポーンって上がってきてるわけですね。ですからここは単純なる反発ではなくてということなんですか。うん、はい、そうですね、例えばこういうふうにガーンと下がってもですね、続いて下がる時もあれば、はい、まあしばらくじりじりする時もあると思うんですけれども、うん、この1日で2万1000円そこそこまで下がったことでですね、はいはい、あこれいいところで下がったんじゃん、はい、っていうですね感じがもうすぐ出た、はい、っていうことになると思いますね。はい、ですからまあ2万1000円と2万2000円ぐらいのボックス圏にあった時期ですから、まあこの2万1000円で反発してですね、これまあ2万1756円、はい、7月25日ぐらいまでまあ上昇してますよね。うん、だからこういうその急落した時にその日経平均のまあ動きがどういう状態だったかっていうのを観察しておくっていうことがまず一つは勝率だからね。なるほど、はい、その日経平均がうろちょろしている、うん、大体が2万1000か2000円ぐらいの中であれば反発とかっていうのは当てやすいけども、うん、はい、その全体の流れ動きがパコッと下がってしまった、うん、違うところでうろちょろするようになってしまったらそれは違うよと。そうですね、なるほど、はい、これロジャー先生からスタッフに事前に先ほど言っていただいて、一応チャートちょっと僕何のことか分からなかったんですけど、そのことですよ。チャートを用意させていただいたので、これです。はい、一応言います。はい、じゃん。はい、ありがとうございます。いいですね、これいいですね。はいはい、こちらのことです。今の話を聞いていると、この領域でうろちょろしていた、例えば7月とか6月ぐらいはここでうろちょろしていたのが、目線が下がってしまって、で今2万500円ぐらいを基準として動いているよというような、そんな、そうなんですよ。この時にはさっきのですね、はい、なんか表がなんかこの辺かな、はいはい、ちょっとだと思うんですけど、
あの2万1000と2万2000の間をですね動いてる時期だったので、うん、まあ、2万1000円にギューンって下がってきたら、なるほど、これは買いだろって、はい、まあ、結構思う、はい、ところがもう一個注意しないといけないことがあって、この2万1000から2万2000のボックス券を動いてる前提条件でもあるんです。それは何なんでしょうか。前提条件、前提条件、はい、それはただ単にチャートの動きを見ていてもダメで、はい、その時にこの相場がですね、なんでこの膠着状態にあるのかと、でなんで下がらないのか、前提条件があるわけですね、はいはい、この時はですね、まあ、アメリカと中国の貿易問題が比較的ちょっとスムーズに解決に向かうんじゃないかっていう、うん、それはこの上がってる、上がってるんです。あ、なるほど、なるほど、はい、その雰囲気が出たのでこのからこういうふうに上がったわけですね。あ、なるほど。でだけれども、まあ、上がりきらずにボックス圏になった。ただ、ね、このボックス圏である大前提の条件というのがトランプと習近平が喧嘩しない、はい、っていうことがこの大前提になってたんですね。なるほど、なるほど、はい、そうか。最近のニュースでもございましたもんね、はい、中国との関係が、うん、良くなくて経済が鈍化してしまうだろうっていうところからここで下がってしまう、はい、ということは全体の動きは政治的なものであったりとか、はい、世の中の大きな流れ、うん、これは日経平均なのに225なので、はい、日本の中でも代表的な企業なので、はい、そういう大きな動きは影響すると、うん、はい、影響しますね。さっき藤社長が言ったみたいに、はい、今銘柄の動きって一方的になることが多くてですね、はい、例えば2000銘柄のうちですね、1000銘柄上がって1000銘柄下がったとか、はい、そういうことあんまないんです。あんまなくて、もう1500下がって、まあ300は普通そのままで、はい、200しか上がってないとか、はい、そういう一方的なことが多くなったんですね。あ、でこれは今その売買がなんかこうシステム売買とかが多くなって、はい、システムっていうとソフトですか。ソフトです。ソフト。ソフトでバイバーするから、はいはい、みんな同じような動きのプログラミング。なるほど。うん、アルゴリズムが偏ってしまうとですね。なるほど。しかも信用取引で一部上場の銘柄の担保に小型株を買ってるみたいな人、個人にも多くなるんですね。そしたら全体が下がると担保割れして、担保にしてる銘柄が強制的に売却されちゃう。ああ、なるほど。そうですよね。じゃあもっとより一層そういう流れになってしまう。そうなんですよ。もうびっくりしますよ、売られたら。そうですよね。みたいな。しかもこんな陰線引かれたら、あ、油断してた時に、みたいな。この陰線なんて。そうなっちゃう。だから売りたくなかった銘柄も担保処分のために売られて、勝手に売られてしまうんですか。それはそういう設定ということですか。設定になってるんですよ。もう証券会社で信用取引やると。ああ、なるほどですね、はい、で信用取引、証券会社今売買手数より低いじゃないですか、はい、なんで儲けてるかって言ったら信用取引の金利で儲けてるんですよ。だからみんな信用取引をやらせたがる。だから30万とか50万とかそのくらいのあの投資家にも信用取引やらせて金利儲けてるんですけど、えげつないですね。あ、ちょっとね、はい、まあ、ちょっと誰見てるか分からないですけど、まあ、ちょっとそんな感じなんですよ、はい、で、まあ、この時はね、要するに8月これ2日だと思うんですけど、まあ、2万1000に来て、あ、これボックスの下やん、これ買いなんやないかなって思ったかもしれないんですけど、この時にトランプさんがあの中国に対してあの追加関税を発表してるんです。あ、はいはい、それで下がってきてるので、これでボックス圏にある前提条件が崩れたこの下げなんですね。なるほど。これはもうこのボックス圏にいる理由がなくなっちゃってるから、もう一つ下のボックス圏。なるほど。これ確かにその第4弾の追加課税に関して、うん、関税に関しては、うん、あのやっぱり延期する、うん、やっぱりこうする、やっぱり飲むみたいなのうろちょろ、うん、うろちょろしてたじゃないですか。それがすぐに出てしまうとなると、うん、はい、しかもトランプ大統領ツイッターでちょろっと言って世界を動かしたじゃないですか、うん、ということは我々僕みたいな素人は、うん、はい、ピンチはピンチなんですかね。いやいや、これだけの目線で言うと。でも前提条件が崩れてさえなければ、はい、下がった時買ったらこれは短期間でも儲かりますね。なるほど、なるほど、はい、市場の単純なお金の流れ的に、うん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 、ただ下がっているだろう、うん、はい、
ものは単純に反発する、うんうん、だからそこに経済指標みたいな大きなものとかトランプさんの一方的な何かがあるわけじゃなかったら買っても上がりやすいんじゃないかと。反発、その前日が値上がってるのが55、値下がってるのが2075、うん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 、これがもうまさに逆転。そうですそうです。これで外れたらもう相当ただ運が悪いみたいな。あ、そうですよ。だからこれ例えばこういうふうな下げの時に相場の前提条件が崩れたんでなければここのリバウンドはもう十分狙えますよ。ありがとうございます。リバウンドを制するものは何でしたっけ。試合を制する。そうです。ありがとうございます。はい、すいませんね、ちょっと練習していきますね。ありがとうございます。はい、あ、分かりました。まとめさせていただくと、はい、大きな政治の流れとか、はい、みたいなものがなかったら、うん、リバウンドを制するものは試合を制することができる。はい、以上で終わらせていただきます。はい、和田先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。